こんにちは、立東で旧車取材してます石井です。よろしくお願いします。今週の狙い馬ですけども、まずは土曜日の、東京の11列ですね。ここに使ってます13番のアンデスクイーンというのをね推奨したいと思います。まあ、前走ね直線ちょっとこうもたもたする場面がありながら、それでもね勝ち向から0秒3差とね、まあ、非常に内容は良かったですよね。まあもともとね牝馬ですけどもこう使いながら良くなるタイプでね、実際あの1600万買った時はね休み明けからもう5回目だったんですけども、それで勝ち上がったようにねやっぱそう叩きながら良くなるタイプで、まあ、今回も実際こう叩き3戦目、使いながらねさらに状態が向いてるということで、まあ、担当の方に聞いてもねやっぱそのまあ中3周ですけど、前回が中1周でね今回中3周で感覚を取れて疲れも取れましたしね、東京3回目の連続輸送になるんですけども、あんまりそういう輸送で応えるタイプじゃないんでね、そういうのも全然問題ないということで、まあその辺もね、大丈夫かなと。あとはね前回ちょっと足抜きのいい馬場だったんですけども、この馬ちょっとねどちらかというと時計のかかる方がいいんで、まあ、両馬場でやれれば、まあ、さらに前進できるかなというところですね。馬券はまあ馬連と3連複で、まあ、相手は1番のクラシックメタル、4番リテラルフォース、7番のストライクイーグル、9番アングライフェン、10番ホーリーブレイズ、15番コスモカナディアンとね、ちょっとまあ広めに買いましたけどもね、まあアンデスクイーンがそこまでまあ人気にはならないと思うんでね、まあ、これでも十分いいかなと思いますね。続きまして阪神の日曜日の5レースですね。2歳の新馬戦ですけども、体制ビジョンというものをねちょっと推奨したいと思います。まあ、1周前に、ね、半路で50秒9出ましたし、まあ、時計に関しては、ね、特に言うことないかなというところですね。まあ、旧車、ここは、ね、取材担当なんですけども、入旧車当初から、ね、すごい、期待されてたまで、まあ、実際その通りの、ね、動きを見せてくれてますよね。担当の方これも聞いたんですけどもね、すごいゲートが、ね、速いということで、しかもかなりのスピードがあるん で前向きに走るということですからね、こう1000、2004とかね、その辺がまあ、ぴったりかなというところですよね。体つきもいいということなんでね、まあ、本当力通りに走れれば、まあ、ここはね、順当にポンと前行ってね、そのまま押し切れるんじゃないかというところで、人気するかもしれませんけどもね、ここは単勝でいきたいと思いますね。はい。今週はあと安田記念が行われますけどもね、まあいろいろちょっとね穴っぽいところも探してみたんですけども、さすがにちょっとやっぱねこのアーモンドアイ、それからダノンプレミアムですか、この2頭はねちょっとやっぱ抜けてるかなと、調教見てもやっぱそういう感じしますよね。まあ中でもねやっぱアーモンドアイは個人的にはねもっと短い、2400とかでレコード出してましたけどもね、マイルがベストと思ってたんで、まあ本当にここでねちょっとまあ心配事といえば、今のババがねちょっとどちらかというと前有利という感じなんですけども、まあ、この馬の足を考えればね、むしろねそういうのももう跳ね返せるぐらいの力持ってますからね、まあここはやっぱり無難になってしまいますけども、問題と、しましたね。まあ、ダノンプレミアムもねこれはレースが上手でポンと前行って早上がり使えますから、もちろんね有力ではあるんですけども、まあ直接対決したらちょっとパワーモンドアイの方がね部があるかなというところで、これを本命にしました。まあ、ただ馬券はねちょっともうこれもねあんまり難しく考えずにも、まあ、馬連それからまあ3連単で、まあ14番15番をねこう1、2着裏返しにして、あとはね相手は2番5番8番13番16番とね、まあ、この辺に勝っていこうかなと、まあ、ちょっとあんまりオッズがつかないんでね、絞っていきたいなと思います。以上です。競馬ブックプリント。